岡本太郎のさんの言葉で、昨日ちょうど岡本太郎さんの動画を見てて、うん、その人生をさ、下脱するのが目的じゃなくて、うん、生きるのが目的、うん、でその通りだなと思って、その下脱っていうのをして、そこから初めて本当にこの人生の生きる目的があって、そこから本当に歩むっていうことで、その下脱っていうのは、まあ、僕らの言葉で言うと夢みたいなことだと思う、うん、いろんなみんな夢があるけど、それを夢を叶えて、で夢を叶えた時に初めて本当に現実が始まる。だからなんかこう夢を追いかけるみたいな、うん、追いかけるところばかりはみんな考えてるけど、本当に叶えないといけないね、うん、夢をマジで、うん、僕は叶えた夢をいろいろと、うん、その後に叶えて、あ、これは全部夢だったんだなって、うん、気づいて、そこでやっとこう今だから本当に本当のリアリティがね、本当に。なんか結構前からそういうの言ってたじゃないですか、うん、その憧れゲームをクリアすることみたいな、うん、そう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 、それのもっと、それのもっと先ってことですか。だから僕がその言った時点では、僕はまだスターローっていう憧れゲームを本当は終了してなかったんですよ。だから髪切ったの、うん、髪切って、ここでも僕のこの、僕本当に嫌だったの、どっちだっけ、この切るの、うん、あの髪を最終的に髪にこだわってるんじゃないって言われてたのよ。でもそれだけはそんなことない、これだけはもうっていうのに、それだけ本当に執着してて、でも一昨日かな、一昨日こうまあいろいろ話しててさ、で、あ、なんかこう、あ、そっか、結局俺はまだあのスターローにこだわってたんだなと思ったわけ。なんで思ったんだっけな、なんか、あ、そのなんかとにかくその多分僕がスターローっていうことによって、みんながその話を聞いてくれてたり、なんかいろんなことがその自分に合わせてくれてるってだったんだっていうのを、まあ気づいて、でもそれでもまだそれに頼っちゃってる自分とかもやっぱいるわけよ。それでもなんかたまに楽したい時にちょっとね、いいじゃんいいみたいないいじゃんいいじゃんみたいな。だけどそういうの細かいのを含めて、結局それに頼っちゃってる時点で、僕はもうそのこのスターローっていうこのゲームにまだ頼ってる状態なんだよ。だからそれを一番象徴するのって何かなって、やっぱこれもさ、スターローさんっていうのを見た時に、やっぱ長髪のなんかこのヒゲの人みたいなイメージがあるから、で僕もそこにやっぱ頼っちゃってるんだろうなということで、髪を切ってヒゲを剃っての時に本当に思ったね。あ、クリアしたって思った。まだまだ遠そうっすよ。遠そうっすよ。いやでもだからそれはそれで、むしろ今はだからみんなそれぞれのステージ、僕はそれでまた今そのこの辺に暮らしてるっていうのはさ、うん、やっと始まったのも、まあ頑張れよみたいな感じだ。いや、これ結構そのアルバム作ってて、うん、まあそういうマインドになってて、アルバム出したら、うん、その1個なんか剥がれるんじゃないかなと思ってたんですよ、うんうん、そしたらマジ真逆で、うん、むしろ、うん、全然なんかまだ何にもクリアできてないっていうか、うん、むしろそういう出したことによって、うん、なんなら出し、てかもう作ったことで、うん、いけた、割とそこまでいけてると思ってたのが、うん、やっぱ出してみたら全然その反応とか気になってるし、気になってるどころじゃないし、むしろなんか出しても本当自分が納得できたもんだからなんとも思わないぐらいのとこまでいってると思ったら、うん、全然なんか、うん、全然なんか違うっすね。むしろ気になっちゃって、うん、分かるよ、うん、だからまあでもそれでももう続けるしかないじゃんって自分には言い聞かせてるんですけど、うん、その自分の本当じゃ続けるしかないじゃんって、うん、それで成功しない限りはさっき言ってたようにもう一生つきまとうっていうか、うん、だから何にも俺もまだ成功してないし、自分の中での成功に届いてないと、うん、口では言ってるんですけど、ね、うん、その周りがで本当に別にそう思うんですけど、うん、まあそういう心の底からにはまだいけてないのかもしれないです、うん、全然。だからそれもし例えばそのみんなの声が気になるんだったらさ、うん、その自分がまだいるわけだから、うん、そのゲームをとことん追求してさ、うん、もうみんな聞いてくれっていうのをとことん追求してさ、それでそのうちなんか、あ、もうっていう風になったら、今度はなんかもう一人のためにだけに作りたいとか言ってさ、でそれはそれでまたなんかこうそれになってきてさ、そういうのをなんかこういろいろ繰り返して、なんかみんな聞いてくれとも言いたくないんですよね今、うん、なんか分かるよ。
だからずっと拗ねてる感じなんですよ。でもね、それは何でか分かるの。分かるけど、今は別に言わなくていい。